さあ、久しぶりのデュエプレ動画やっていきましょう。今回は新しく発売されたこの構築済みデッキ、はい、2種類とも購入したんですが、果たして強いのかどうか。そう、ストラクチャーデッキというものは初心者向けのデッキではありますが、やっぱりね、これから始める人がこういうのどうみたいな感じで入る、いわゆる入門キットであればいいよなぁと、それぐらい強ければいいよなぁと思うのが、まあ常だと思うので、実際に私みたいなプレイングガバガバおじさんが使っても勝てるのかどうか見ていこうという感じですね。ちなみに私のランク現在、プラチナの4ぐらいでしたっけ。なので期限がもう少しでカップ終わるので、ここで負けこそうものなら次回またゴールドからになっちまうからね、私も負けたくないので頑張ります。今回は光属性のデッキだよ、よろしくお願いします。ヘブンズゲートぶっ放すデッキだと思うので、その辺はうまく立ち回りましょうか。ヘブンズゲートが手札にあります。そして手札には、よくわからないブロッカー&スレイヤーね、ギュネールがありますね。これマナにぶち込んでおけば、色は大丈夫ですかね。で、見た感じこれ白黒、白というか光か、まあ光黒水なので、マナゾーンに送ったカードを回収する手段はなさそうですね。ブレインチャージャーは大切にした方がいいと思うんだな。これな、田島くんマナ言ってもらおうか。3コスト目で出せるんですが、ブレインチャージャーの方が大事じゃないですかね。今回の目標としてはいい勝負がしたい。さすがにストラクチャーデッキだけでね、勝てちまったら苦労はしないんですが、せめてどっちが勝つかわからないぜ的な試合を展開していきたいですね。シールドトリガーのブロッカーさんは今は使い道がないのでマナ送りだ。ここをギュネールでも良かったかもな。色付き複数の色を持つカードはマナに置いた時に横向きというか、その単中使えないんでね、この辺は初心者向けのお話。はい、ボルバルー、めっちゃ手札蓄えんじゃん。お、サリエス、エチガイですね。非常に使い勝手のいい低コストのブロッカー。ではブレインチャージャー1枚引いて、このカードはマナに行く。次のターン6ですね。ヘブンズゲートが使えます。そしてこのカードがこのデッキの切り札でしょうか。出していきたいですが除去が怖いですね。回上発射しちゃう、よかった。まあこれがあるからとっとと出した方がいいかもな。出し惜しみして出せなかったら意味ないですからね。ではヘブンズゲートいきましょうか。出すカードはこの2枚でいっちゃいますか。いや、この2枚でいきましょうか。ヘブンズゲート、手札にあるブロッカーを2体コストを無視して場に出す。そしてエールフリートの効果、山札から呪文を手札に加えることができる。ヘブンズゲート言っときましょうか。これで次のターンシリウス出すこともできますね。でデッキに1枚のこのカード、結構な制圧力を誇ります。相手が攻撃できるのにしなかった時とかですかね。相手のモンスターを破壊してくれる効果があるんですが、まあそうなるよね何もできずに死んでしまった。はい、ではもう一枚の切り札ブルーメルキス突撃。こっちの方が本命感あるね。さてこのクリーチャーは相手のシールドを破壊した時、そこにある呪文を自分のものとして使うことができる。お相手除去に失敗しましたな。マナゾーンにある呪文見ときましょうか。結構強力な呪文いっぱい入れてらっしゃいますね。であれば狙えますね。ヘブンズゲート参ります。取り直したんかっていうぐらいいい感じの展開ですよ。手札なくなったけど、ただハンデスデッキっぽいのでのんびりする暇もないでしょう。いきます。デモハン引きてえな。この2枚でどう。中あたりってところですかね。使わん、これで OK でしょ。
どうぞどうぞ。あれ使っちゃった？ああこれね、使ったらねマナに行くのは相手のところなんですよね。だから汽車男は放置した方が良かった可能性が高いんですが、これで相手は豊富なマナで殴りかかってくるわけですが、しかしこちらかなり展開力高いのでぶん回ったらいける感じか。ロストソウルマナ行ったぜ。こっちが使いたかったね、勝ち確だったんだけど。そういう意味ではいい勝負できてるのでは。ストラクチャーデッキ系統のあれ、これいけんじゃねえの、もしかして除去札がない。おし勝っちゃったよ、勝っちゃったよ、うーい。というわけでなんか勝てましたぜ。これはお相手氏の手札がちょっとかなり悪かった感はありますが、勝てるもんですね。もう一試合いきましょう。この手のストラクチャーデッキっていうのは基本的にとてもレアなカードっていうのが、まあ、デッキに 3,4 枚だとか決まってますよね。なので切り札のようなカードを増やしてやればいいと思うんですが、デュエプレはなかなかカードが生成できないっていうお話もあるんですけど、長く遊べれば割と1日1パック分のものは手に入るはずなんですね。問題は未完成のデッキでそこまでやれるかってところなんですが、はい。なのでこのデッキとしては割と今のところ最低限はあるっぽいね。では頑張りましょう、私のターン。ではこの便利な2色カード、これで確保。ブレインチャージャーできれば使いたいところですがね。さっきあの1ターンに救われた、そして便利なシールドトリガー、アクアサーファー君、サリーちゃんで結構手札カツカツな印象あるので、何でもかんでも毎ターン出しちゃダメでしょうね。メッサさんどうしよっか。可能ならばブロックする、強制か。そうドローソースがない、アクアンとか欲しいですね。あったら入れるんですが、今回はこのデッキには入ってないみたいですね。いや入ってるかもしんないぞ、私が見逃しただけかもしれん。ではこれで4マナブレインチャージャー行きましょうか。1枚ドローして1枚チャージ、また来たね。にしても黒が多いですこと、ハンデス怖いんだが、ストラクチャーデッキの弱点はハンデスでしょうね、おそらく。ハルカス、すごい。ヘブンズゲートを呼び込んだか。手札は大切にしたいところですよね。そのままブレインチャージャー行きましょうか。まだ攻め込むタイミングじゃないでしょうし、これは次のヘブンズゲートでエールフリーと2体出しからの大量サーチが可能ですね。ただ切り札が手札にいない。準備してら。エールフリートは相手に攻撃できないのでね。ただギュネールならいけるか。ヘブンズゲート参ります。この2体でいこうか。おいっす。さあ山札から呪文ちゃんいらっしゃい。ヘブンズゲート、もうちょっと強いやつ呼びてえな。まだわからないが、お相手のデッキのカードは結構強烈な除去と、これボルメテウスじゃねえかな、多分。ボルメテウスコントロールってやつ。出されたら面倒なのでブロッカー出しておきたいところですが、結構全体除去も入れてる。喫茶、このタイミングは嫌だな。上。狙いすましたようなことやってくれんな、おい。もう一回だ。ヘブンズゲートはね、デッキに2枚じゃない、3枚入ってたはず。もうねえのか。息切れですね。さあ、2試合連続うまくいったらキリねえわな。このままちょっとのんびりしてても自利品です。いきます。まあ、早々シールドトリガーは意外と引かんので、いきましょう。ボルメテウス出されたらもう、こっから先は地獄ですね。逆に言うと、シールドに1枚あるんですよ。ボルメテウス相手だと何のメリットにもなりませんが、おそらくボルメテ以外で殴ってこないでしょ、これ。おや？まだ引いてらっしゃる。
殴ってもいいぜ、殴ってもいいぜ、殴ってくれ、殴らねえわな、だよな。ではブレインチャージャーから参ります。とてもいいカード引いたけど、ただエンジェルコマンドそんないねえぞ。チビチビ殴れ。というかこれで一応ボルメテオスの動き自体は止めれてる。上サバー戻るのはおそらく一番右でしょうね。じわじわ行こう。この時点でのサーファーはそんなに痛くない。ただお相手のデッキが何考えてるのかわからないぜ、怖いぜ。マナを見る限りかなり物騒なんですが。うえ。我が名はガルザー。どうもーす。展開していきましょうか。どうせピーカップのドライバーでこいつは破壊されるでしょうからね。もう攻めるしかあるまい。ここでホーリースパークなんて引いたら光ねえから大丈夫でしょ。まあ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 右やろな。ついてねえな。ただこの次のターンからもうお相手氏はエンジンフルスロットルできますよ。ヘブンズゲートを温存するべきかもしれないというところは、私が日頃使ってるヘブンズゲートデッキと異なるところ。私ゴリラなもんでね、そうブロッカーも5コス以上しか入れないなんていう、うん、男前構築でやってるもんで、打ち時を見誤ったか、右右、あ左でいらない、左いらない、左いらない、オッケー、もういらないんだよそれ。ある意味当たりだね。ダイヤモンドカッターとか入ってなかったっけかな。まあ、ピーカップのドライバーが来るでしょう。しかしその瞬間に狙っていけるぜ、除去ぐらいは。そっちか、来るか、カモ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 ン、手札プリーズ。というかこのプレイマットのせいで構築済みデッキ説は出てると思うんだよね。ドラゴンじゃなかったっけ。だよね、勘違いしてらっしゃる。どうぞどうぞ。いや本当にプラチナなのか疑わしくなってきたな。うん、なかなかこういう光景ないぜ。おいいカードですね。ういっす。多分ガルザークが強すぎて感覚が麻痺してらっしゃるな。気持ちはわかる、インチキくせえもんな。ガルザークなら何だってできる。だってデフォルトでスピードアタッカーな気分ですから。私もたまに出してあれ殴れねえんだけどとか、あれパワーが1万2000にならねえとかね、あドラゴンいるんすねみたいな、ある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 。しかしこれなんかいけそうよ。ただここでさっきの全体除去とかに弱いからな。3000以下結構いるから、ブロッカー破壊カード持ってかれたね。アタッカー来ちゃうとこう、ポッポー、サリエスちゃん墓地送り。あとたったの2回で倒せるんだが、その2回が遠いね。このクリーチャーは相手に攻撃ができない。頼むぞ、通せよ。呪文じゃなければせめて呪文使わせたい。オッケー、このサーファーを守りきれば勝ちですよ。無理やろな、お相手の手札の枚数見ろよ。9枚、そして場に5体。でもデッキ残り10枚だぜ、なんかいけないかな。勝ちたいっすよね。でも今回2連勝したら次回のもう1個の方のデッキの勝率が不安になるな。ただこのヘブンズゲートって結構花形だと思うんですよ。うん、昔ながらのドッカーンみたいな、そういう戦術って結構あの時あれやったわって人多いと思うんで、現時点でもまあありじゃねえかなと。それを使い勝手に寄せて、わー終わったかもしれない。
やめろ。何時に勝利をもたらそう。はい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 、ボルバルザーク。はいはい、ボルバルザーク。今日も始まりました。はいはい、ボルバルザークのお時間です。来いよ。ブロックしない。武装流拳。来たな。運がいい。すべてタップしてもらうぜ。だいぶこれ大きいんじゃない。まあ総攻撃仕掛けてきたかどうかは、まあ仕掛けてきたでしょうね。その場が綺麗になりますから。お相手の場は今6体、つまりクリーチャー出せて残り1体だけ、場が詰まってるんですよ。それ止めたのすごく大きい。1体破壊ですが、私のシールドはまだある。デモハーン、このターンで決めきる気だな。まあアクアサーファーは潰せるでしょうしね。これきついな。さすがにダブルブレイクは止めたいんだけど、これ守ったら殴ってこないだろうね。なのでここはシールドトリガーにかけるべき。そう、向こうは殴らないという。やっぱやめたいになったらまたボルバルザーク殴ってきて終わりなんで、ここはブロックしません。男のシールドトリガー崖です。このデッキにそれほど来たな。けど思ってたんと違う。もう一体のスーパーアレア来ましたね。これはきついぞ。足りないな。いや待って、ジャスティスバインドって2枚入ってなかったっけ。必死に守るふりしようぜ。ジャスティスバンド2枚あったよね、もしかして。いいんすか、いいんすか。カモン、違うやん。いやめっちゃワクワクしたんですけど。はい、まあ遅延行為は良くないので。あボルバルやっぱ不正。でもまあさっきも言いましたが、ボルバルを守ってたら、あもうこれ倒しきれねえわ、じゃあ殴りませんで殴り殺しでしょうね。やっぱりその細かいところでカードのパワーをもうちょっと欲しいなって時はやっぱありますかね、という無難な感じでしたが、参考になりましたら幸いです。私でも1勝1敗、あこいつでも1勝1敗だったら割とありなんじゃねえみたいな感じかもしれないし、よろしくお願いします的な感じで、はい、ヘブンズゲート何卒よろしくお願いします。せっかくなんで、あのこの紹介動画が終わったら私流のヘブンズゲート動画をご紹介したいと思います。はい、では今回は以上で終わります。ありがとうございました。